沖縄から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。6月12日水曜日、時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティの川村でございますよ。はい、久々すぎて BGM がカクカクしてる、はいね、あのらしい、はい、はい、こんな感じですが、はい、今日も進めていきたいと思いますよ。はいはい、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組です。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしていきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております午後10時半までどうぞお付き合いください。この番組はあなたの専属トレーナーになります、フロースタイルエフラボ整骨院、真心ビビでご提供、居酒屋マジュン、バーガー&バーボソルチ、以上各社の提供でお届けいたしますよ。はい、おー止まった、おきっとあれよね、俺が久々すぎてちょっと怒ってるみたいな感じ。あーごめんなさい紹介してなかった今日は AC クレーの上原さん来ていただいてます。こんばんはこんばんは、よろしくお願いします。あれなんですね、俺がよく噛むことに比べたらこの音が噛むとか、ね、ひどいダメ、ひどいすぎるダメかな、ダメか、いや、まあね、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうっぽいなって感じで皆さん聞いていただけたらなと思いますダメ、もう音ちっちゃくしたらいいんじゃないですかこれもうちょっと、はい、なんか切れなくなってきたよあ、じゃあそのままで、はい、すいませんね皆さん、いろいろあって、はい、久々なラジオでございます。今週もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、もうちょっといつも通りというか、はい、うん、今週もね琉球のお話からしていきたいと思うんですが、 FC 琉球前節はねホームで、どことだったっけ、今治相手にね見事勝利を収めまして、なんか暫定というか、まあ、一時的にね、はい、2位に上がったんですが、まあ、最終的な結果で、沼津に、まあ、沼津が2位で琉球が3位という形で、はいはい、今節終了しておりますよ、うん、いいっすね、気がつけば3位、うん、そうですね、はい、まあ、今 J3 も今年からかこのプレーオフがね、うん、プレーオフなんかね、なんだっけあるんですよね。そうそう、あれもあるから、6位なんですか、それもまた2位から、はい、まあ、3位から6位のチームで、4チームでやるんですね。ね、それも、まあ、楽しみの一つではあるんですけど、まあ、なんとかね、自動昇格。いや、もうスタジアムの問題があるから、そうなのよ。測れないですよね。まだ急ピッチでするんですか、そういったスタジアムに関しての。今までもやっぱそうなんそうだったんですけど、はい、もちろん基準を満たしてたわけではなく、この条件付きみたいな感じでしたよね。そうそう、いつまで2位とか、それいつまでが今年なんですか。そうですね、切れて終わってますね。終わってて、ただもともとは那覇にねサッカースタジアムを西洋南スタジアムでしたっけ、はい、作るっていう、ね、そう、はい、予定があったのをちょっと首里城の火災があってとかも含め、はい、ずっと伸び伸びになってしまってるので、いやもうセルラースタジアムが盛り上がってるからな、うん、サッカーはいいのかなまあ琉球サイドからもね、はい、まあ、コメントが出てましたけど、まあ、沖縄県の、まあ、地域性とかも含めて、はい、なかなか難しい現状がありますけど応援してほしいっていうふうに、まあ、コメントは出てたんだけど、どうなって応援したらお金集めるとか、まあ、そういうことではないのかなとは思個人的にね思っているんですけど、勝てる、あ、勝てよ、あ、勝てよ、はい、すいません大変申し訳ないですけど結果がついてこないから、そうですね、いや僕たちもなんかこう分かりますよ、勝利至上主義、まあ育成ですけど僕たちが関わってるって、うん、そこはもちろん違うんでしょうけど、うん、やっぱり、はい、なぜか社会は、うん、勝たないと何もついてこないっていう現実があって、うん、もちろん J リーグのチームですしプロなんで、そうですね、そんないいサッカーをして
感動を与えてる、うん、わけでもないですし、逆にもごめんなさい、うん、なのでやっぱり最低限でもカテゴリーを上げていって勝ち続けて、やっぱりバスケットがこんだけね、うん、盛り上がって成功してる裏にはやはり日本一のチームっていうのが常にそうです、ね、やっぱ上位にキングさんいるので、まあうん、そこら辺はもう本当に結果が良くなければいい選手は集まらない、予算も集まらない、これはなかなか難しいですけど、うん、そうじゃないですかやっぱり、うん、確かにね、僕は育成だとそういうわけじゃないっていう意見も分かるんですけど、うん、育成じゃないんで、一度やっぱり J2 に上がってますし、はい、まあ、そこから J3 に落ちて、はい、うーん、やっぱり皆さんの、ね、期待に応えられないシーズン、去年か、まあ、もちろん、はい、ひどいっていう一言で終わりじゃないですか去年に関しては。今年がこのいいとかじゃなくて、今年はほら普通去年この順位になるのが妥当なんです、通常落ちてきた初年度ですから、普通上に上がるんだったら J3 のね上位に行ってほしいなっていう気はするんですけど、期待も込めてね、通常はですよ、そうですね、1年で上がるっていうんであればやっぱりこの順位に去年いるべきだったなとは思いますけど、確かにね、一回盛り下がった部分はあるんじゃないですか、この1年間去年ね悪かった部分は、はい、でまあ、監督も変わり、システム、サッカーも、ね、変わって、でまあ、こうやって、なんだろう、自動昇格内に上がっても、スタジアムの問題で上がれないかもしれないっていうのがね、はい、現実的に出てきてはいますけど、まあ、あでもあの富所選手が月間 MVP を取ったりとか、はい、いい活躍してます ね、本当にね、あの、本当に、35ぐらいですよね、そう、35、6かな、ね、その中でやっぱり、活躍してるっていうのはやっぱりすごいなとも思いますし、はい、もう本当になんかねミスター琉球っていう、ネーミングが本当にぴったりな感じもありますし、去年一昨年とかは、ね、試合出る回数が少なかったり、まあ、ね、本来自分がやりたいかどうかはまあ別としてボランチやってたりとか ね、はいはい、ポジションがなかったんじゃないですかね、そこ以外もしかして今もトップ下とかやっぱりオフェンシブなフォワードにいる時もいいですか、うん、そうですね、うん、多いので戦術の問題でしょうけどね、うん、彼がフォワードにいてもいい戦術を取ってるってことですね、うん、そうですね、うん、そこはやっぱりあの面白いのかなと思う部分でもありますのでね、はい、うん、技術がしっかりしてるんでやっぱり、うん、そこら辺は全然あのいい選手なのは間違いないので、はい、うん、なのでこのまあプラスチックなね情報もありますし、はい、マイナスチックなことだけではないので、まあ、プラスチックってそのプラスだった俺何の話だ、プラスチックって何だ、ごめんごめんプラスの情報ってことですね、はい、ウケる、まあ、よくも悪くも皆さんにね、興味を持っていただくというか、はい、見ていただくことが一番なのかなと思いますのでね、うん、ぜひ注目を、していただけたらなと思いますよ、ゆきの方は、今週日曜日はアウェーで、まあ、福島、はい、あ、今週、ごめんなさい、ホームだ、日曜日ですね、ホームでね、タピストで福島との試合が、はい、7時からありますのでね、はい、ぜひ皆さんタイミングを合わせて会場に足を運んでいただけたらなと思います、まあ、ここでいい試合ができる、いい試合というかね、いい調子のまま進められればまたその次の週が首位の大宮との試合がありますので、うんうん、はい、この辺もちょっと楽しみにしていきたいなと思いますよ、はい、ごめんなさい、コメント全然読んでないね、コメントお願いします、と思うかな、タコボーさん、こんばんは、ご無沙汰してます、本当すいませんね、ご無沙汰でございますで、はい、町田対、筑波大、面白かったです、ジャイアントキリングしましたよ、あ、そうなんだ、筑波が勝ったってこと、さっき結果見たんですけど、PK で2対4で筑波が勝ってましたよ、いいっすね、タコボーさん、もう一つ、FC岐阜対 FC 琉球の試合、少し納得いかない試合でしたね、白井選手が潰されましたし、おあ1個前、全然節の試合か、おそっか、分かりましたね、少し不安定ですよね、機材が機材、うん、折れたはずすいません、天気も関係あるんですかね、やっぱり あるのか、あ、そっか、豪雨だと雷だったりとか、雷ゴロゴロしてるっすね、めっちゃしてますよね、沖縄ね、高坊さんのコメントから先に読もうか、はい、J リーグ、クラブ J リーグアプリのアイコンなど配置が変わって使いにくいそんなのがあるわけね全然使ってないからな、うん、で他の方もカーポイさん、コモさん、皆さんこんばんは、ものすごい雨ですね、最近調子がいいですね、あ、琉球の話かな、あ、そっちか、大雨ね、めっちゃ雷もね、やばいっすよね、めっちゃ落ちてるよね、怖っ、怖っ、本当に怖い、ゴロゴロしてるし、脳内さん、こんばんは、久しぶりすいませんね、お久しぶりです
青野軍団さんも久しぶりですねって2週やってなかったからやめたんかなと思ってたさって、ね、俺4週ぐらい来てないかもしれないすいません練習休んでる時に中大にいた終わってたさって、うん、コーナー決勝、はいはい、男子がもやがて負けよったねって、はいはい、2-0 かな、はい、決勝2-0からの、うん、はい、2-2追いついてからの 4-2 でしたね、うんうん、いやー面白かった。見たんすか試合。俺は YouTube でしかちょっと見てない。あ、一緒っす、俺もないんですけど、うん、まあ、その前のギノアンコーナンも、はい、何対何ですか、ね、ギノアンコーナンが2-1かな。おお、うん、まあ、コーナンも面白いというか、うん、なんかもう体つき自体は全然ナハニシの方がすごい体つき良かったっすけど、はいはい、そこら辺はどうだったんですかね。どう、なんかもうこれ決勝の試合1試合全部見たんですけど、はいはい、順当にいけば明らかに那覇西の方が強い感じだったんですよ。そうかなって感じはしますね。うん、ただ延長に入ってから2点は途中交代から入ってきた選手がヘディングで2回決めてるような感じだったりするんですけど、あ、はい、まあ、サッカー自体はまあ体格も含め那覇西の方が、うん、ただボランチに入ってるあの18番のちょっと身長でかい子いるじゃないですか。あ、俺ちょっとところどころしか見てない。あの子って誰かの弟ですか。なんか同じような顔の子が何年か前にボランチの8番でキャプテンやってたような気がするんですけど。ああ、そうなんだ。なんかちょっと調べてみよう。すっげえでかくてなんかゆっくりしてるんですけど。うん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 。なんかなんか中心なんでしょうね。きっとパスとかめっちゃ弱いんですよ。ああ、そうなんだ。けどなんかこの子も1点取ってましたよ。この子は同点ゴール決めてましたけど。これハイライト的なちょっと映像しか決勝見てないので。あのキーパー落としたボールこういう感じで巻いて入れた子がいるんですけど。はいはい、巻いたってかこう。はい、右の方にあの子なんですけど、もう一回見てみよう、はい、誰だろう。高坊さん、コーナー勝ったのって来てて負けたんですよ。負けたよって、やっぱ青野軍団さんが何日間延長で逆転勝ちしましたよって。そうですか、まあ、長丁場になるとね、やっぱりフィジカル的にはなかなか難しかったのかなと思って見てたんですけど、コーナーね、新人戦とかではベスト4とかに残ってたりしてた中で、はいはい、まあ、インターハイとか選手権では結果がなかなか出し切れてなかったので、うんうん、まあ、本当にね、まあ、自力を長期でねつけてきて、まあ、この準優勝という結果が伴ってきたのかなって思いますしね。本当ですね、うん、この辺はちょっと今後面白くなるかもしれないですよ、うん、これはあれかな青野軍団さん、マキトが今年機種変して覚醒したのが強くなってる原因だなって。マキト、上原マキト選手、機種変って機種変ってなんですか、ね、ちなみにこれ本当の意味でのスマホの話なのか、ポジションチェンジしたことなのか、あのポジションそのままだけど本人がこう機種変した、どういうことですか。え、覚醒してる。まあ、元々フォワードの選手ですからね、あの那覇西高校のね。そうですね、フォワードでしたしね、はい、サイドバック、そうですね、機種変って覚醒ね、はい、覚醒。ちょっと逆ですかこれ。大丈夫、面白かった、はい、面白かったっす。アッキーさん、2週間ぶりお帰りって、多分3週間4週間ぶりかもしれない。俺と高田さんがやっていないですね。すいません、すいません。高坊さん、キャンさんが1回やってましたねって。そうそう、迷惑かけてます。アッキーさん、サッカー現地で見に行って雷中断して避難したの思い出した、もちろんその試合負けたよって。そうです、もう雷ね、今年はね、九州でちょっと大きな事故もありましたからね、皆さんもちょっと気をつけていただけたらなと思います。やばい、ごめんなさい、久々すぎて、ちょっと、CM に行けなかったので。全然まだ大丈夫です、まだ大丈夫です。ごめんなさい、一旦 CM に行きたいなと思いますよ。行けるかな、どっちだ、これか、CM です、どうぞ。一人一人の状態に合わせて、適切な施術を行うエフラボ接骨院。パキポキなど痛みを伴う施術は行っておりません。筋膜療法や骨盤矯正などの施術を行っておりますので、なかなか改善できないという方もぜひお問い合わせください。エフラボ接骨院。新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供。店内はぬくもりのある雰囲気になっており、全ての席が掘りごたつ。6名様までの完全個室を一室完備。オープンキッチンでカウンター席もございます。王者の交番裏側、居酒屋魔順、握り寿司のテイクアウトも承っております。野菜たっぷり使ったボリューム満点のハンバーガー、一度食べたらもう病みつき。
思い出したらよだれが出てくる。宜野湾市大山国道58号沿いバーガー&バーボアソルチ。はいはい、後半もですね沖縄県のサッカー情報もお話ししていきたいなと思いますよ。はい、県内のサッカー情報、沖縄エスパーの、はい、お話もしたいなと思いますが、エスパーは前節、ホームで、大分ベルスパー大分と試合してまして 2-0-2 で残念ながら負けておりますよと。うん、どことでしたっけ、ベルスパー大分、あ、当たってる、ちょっと待ってよ、ベルスパー大分、へえ、大分ベルスパー、ベルスパー大分と試合して負けてしまっております。でそれに伴い、エスパーね今順位もちょっと落ちて6位、お下がってきたね。うん、あでも全然最下位ダントツだった去年よりはマシだ。まあ天皇杯も勝ってるしな、走り気に。そうですね。まあまあ悪いことばかりじゃないですね。まあ、ただ今そうですね、勝ち点が18で首位の高知ユナイテッドが27で1位と、まあ9ポイント3試合分離れてはいますが、まだまだね試合は続きますので、はい、順位をね一つずつ上げていただけたらなと思いますよ。エスパーの方が、あれどこだ、ちょっと待ってよ、こっちか。エスパーの方は施設が、これはアウェーになりますね、うん、アウェーで契約しがとの試合がありますのでね、この辺もまた皆さんに注目していただけたらなと思いますよ。よろしくお願いいたします。はい、読んでなかった、はい、コメント、はい、カープおいさん、はい、興南高校ってサッカーも強くなってるんだね、はい、僕たちの時代は弁当屋さんから1本10円でタバコ買うタイプの人たちがいたのにっていう感じかな。そんなのあったっけ。全然わからんな。サッカー強くなってますよ、はいはい、グラウンドもね人工芝になって、ああそうなんですね、全然見ることないんで、うん、そうなんですね。アッキーさん、筑波が町田をジャイキリしたというのを聞いて、筑波大学の選手アウタアウタ街に、はい、アウタ街起きそうですねって、うん、アッキーさんもう一つ、 FC 琉球いい位置にいるね、昇格できるといいなって、うん、はい、まあグランドか。まず結果ですよ、そうですね、はい、機種編になるのポジ編、あポジ編。それに対する青野軍団さんのアンサーが、牧人選手去年と中身が全然変わってるさ、あ、うん、アニヒャーって、アニヒャーって言ったらダメだよ。牧人、はいはい、選手機種編したとしか思ってないって話してるんだよって。あ、そういうことなんですね、うん、了解です、はい、中身が変わってる、アップデートしてる、ね、そうすか、ニューマキトってこと。もともと攻撃的な選手なんで、その攻撃面的な感じのものに関しては全然、まあ、驚かないというか、ああ僕に関してはですよ、はいはい、簡単に言えば内田篤選手がサイドバックだけど攻撃うまいみたいな、もともとほらトップ下で守備端だったりとかしてるんで、うん、足元の技術が、まあ、ないよりはあるという感じ、うん、だけどサイドバックなんでたまにこうドリブルとかやって抜けたりとかすると、はい、おおって思うかもしれないですけど、うん、まあ、昔の攻撃的な部分が出ただけの話っていう風に見る人もいるじゃないですか、はいはい、うん、なんで上原選手も別に、まあ、守備が安定してるんで、うん、で攻撃も、まあ、本来自分が持ってたポテンシャルを出してるような感じなので、そこはやっぱ守備が安定するといいですよね。そうですね、やっぱ攻撃的な選手ってバックさせられると守備に追われて前に行く力がやっぱりフィジカル的にもきつくなるじゃないですか、はい、で投手力に入ったばっかりの頃とかはやっぱディフェンスサイドバックで大きなミスとかもね、うんうんうん、ちょっと目立ったりとかパスミスとか、はい、まあそこで奪われるかみたいなのもあった中で、まあ、その辺が改善されてきてるのかなと思うと、そしたらね、うん、前に行く推進力も、うん、そうですね、もともと持ってるので、うん、そうですね、もともとね、はい、あります、そこをまあ期待されてるのかなとも思いますしね、うん、まあ、ベースが上がったんでしょうね、それなりのベースが、そうですね、守備ができなかったのができるようになってきたら、それに上乗せしてもともと攻撃的なものを出せるように、はい、そうそうそうっていう風な感じで、いいですね、あ、こういうのも含めてみるとね、面白さが増えませんかね、はい、まあ、身長も高いんでね、フィジカル的にも弱い選手じゃないので、うんうん、そうですね、なん
んか昔僕たちの同級生でいうのあの徳永雄平っていう選手がいたんですけど、FC と中国見から FC 東京行ったような、はいはい、彼は右サイドバックだったんですけど、もともと中学校の時はトップ下の選手なんですよ。なんでガチンコで足元も上かったんですよ。で、国見入ってスイーパーやったりとか、プロ入って FC 東京でサイドバックやったりとかしてたんで、そうそう、上手い選手だったんですよ。そう中学校の時は。この辺ちょっと面白そうですね。はい、あのアニヒャーって言ってるけど、青野軍団さんが、はい、あの上原真希人選手を推してるっていう風に、はい、そうですね、ちょっとあの考えておきますね、はい、青野軍団さん親しみ込めてですからね、本当は大好きなんです、はい、高本さん、来月10日訪問しますね、多分、はい、今度は忘れないでください、すいません OK です。高本さん、沖縄に到着しているはずですが、手続きが終わって入居して荷物だけ置いたらいけるかも。あー、もう本当にね、こっち来るんですよね、故郷へ戻るになって、梅雨が明けた頃に。そうですね、はい、うん、いい感じ、もう夏が始まります、はい、野内さん、名古屋グランパスも J J5 っていいのか、はい、まあ、相当相当の、ジャパンサッカーカレッジに01で敗退、はい、そうなのね、そうなのね、うん、ジャパンサッカーカレッジってなんだろう、あの J ビレッジのジャパンサッカーカレッジ専門学校だと思います。ああ、そうなんだ、はい、J リーグの選手になるために養成の専門学校みたいなのがあるんですけど、はいはいはい、僕たちも聞いたことあります、ね、名古屋負けたんすね、はい、でみんなプロ目指してそこに行くんですよ。ああ、はい、はい、まあ、そこで悪い選手がいるわけではないんですけど、はいはいはい、かといって、まあ、大学の方がやっぱ強いといえば強いですけど、はい、はいはい、あれ、あ、ごめんなさい、俺1個読んでないのかあった、はい、ごめんなさい、アッキーさん、まさかね、お休みの間にレフリーの判断覆される出来事が起こるとは思わなかったよ、 VR なしで。ああ、 J2 の話なのかな、 PK じゃないっていうやつの話かな、もしかして。はいはい、はい、まあ、でもこれあの主審が判断し、ごめんなさい、俺が間違えてた、ごめんなさい、間違えてた、高坊さんが教えてくれるはずが、レフリーが主審が判断したけど、あれだったんじゃないの、第4審とか、まあ、アシスタントレフに確認した結果、総合的に判断が変わったと、まあ、あの場面意味不明でしたねって来てますけど、そうよね、あれ納得、あの現場ではなかなかそういうね、まあ、VR が浸透してきてる中でなんで J2 にはないんだとか、はいはい、いろいろあるはずですけど、はいはいはい、まあ、ここでもね、まあ、いろいろ話が出ますが、ヨナさんもよく言ってる通り、はい、じゃあ J1 行けよって話にしかならないというか、そういうことじゃないですね僕はそういうこと言ってんじゃなくて、そのお金があるリーグしかサッカーがちゃんとできなくて、はいはい、一般の人たちと そのルールの厳正化が乖離してるんですよ、です、ね、実際には、はいはい、なので同じサッカーやってるくせにルールが違うんですよ、うん、はいはいはい、状況的に、ね、説明的に全然でも本当に違いますから、ね、だから本当にみんながサッカーやってないんじゃないですか、だから結局 VR なんてっていう下のカテゴリーないじゃないですか、ないだからそれがちょっと理不尽すぎて、そうですね、全部のカテゴリーができるような感じにやってほしいなとは僕は思います、ね、お金があるところだけやってるんで、うん、はい、以上です。だからね、ここはね、もうプロ、いや本当に上だけちゃんと厳正にやって、うん、一般の高校サッカー大学サッカーもやっぱり人生かけてるじゃないですか、高校で辞める子もいるんですよ、うん、そんなところが一本の PK とか一本のオフサイドだったかなとか、うん、オフサイドじゃなかったとかっていう判断をそのレフリーの目視だけでとかやられるとちょっとイラっときますね、今の時代だったら、僕がもし選手だったら、ね、うん、VR も基準があるじゃないですか、まあ、カメラ8台とかいろいろある中で、はい、なんか下のカテゴリーはもうそこまでいかなくてもみたいなね、ものもなんかできればいいのにね、この基準を下げるというか、もうなんか同じスポーツなのにこんだけ厳正じゃないのはちょっとイラっときますね、うん、怒ってます、僕はですよ、はい、選手の皆さん多分そう感じてると思います。あ、やばい、読めない、高本さん、第4審の審判の助言ならば判定変更できるけど、って、うん、映像で見てもどうなってるか不明ですね、うん、あとお金かけないと無理ですよ、はい、シーサーさん、牧人選手、
ワ、サイドバック、ワイドバックに変えてから、ウィングバックですね、ウィングバックが変えて良くなったんじゃないかなって思ってますよ、まあ、守備の負担がちょっと軽減されてますかね、うん、したら3バックになってる時もあるしね、さようでございます。あ、すいません、はい、あれこう喋ってるうちに今週もアディショナルタイムが残り、やばいやばい、30秒少々となりましたよ、久々だったけどバタバタお付き合いいただきありがとうございます。今週はこの辺で終わりたいと思いますよ。この番組はあなたの専属トレーナーになりますフロースタイルエフロボ整骨院、真心美味のご提供、居酒屋マジュン、バーガー&バーボートルチ、一応各社の提供と AC クレアのヨヘナさん、またね今週も聞いてくれた多くの皆さんのおかげで放送することができました。ありがとうございます。また来週もゆるくおしゃべりしたいので、また皆さんお付き合いください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。来るかな。ああ、そうなんですか。嫁ちゃんとめっちゃ喧嘩してる。いやー、もう本当にその勉強してない。